岡山県赤坂郡の一赤坂郡は岡山県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。古くは和家郡の一部や岩梨郡も本郡の一部だった。そのため西は旭川から東は吉井川まで達する広範囲の郡域を持っていた。現在の赤岩市山陽町地域西部の竜王山。 大鈴城山、城地山、東電、坊山、牛神山、善能寺山などの山地の東側に続く、丘陵地一帯が赤坂と呼ばれていたことから、それに由来する訓名と言われる。俗日本期には721年に赤坂軍東部、奥軍北部をそれぞれ割上し、両地域に藤原軍を設置、788年に吉井河合成を、 岩梨郡軍、伊藤脇軍として分割した旨が記載されている。和名称には、須西里、匠里、軽部号、高月里、鳥取里,里、桂木里の六郷が記載されている。軍画の位置は、高月里と平賀元吉が推定。昭和中期に発見された門前地政法遺跡が推定地とされたが、構造、特徴から遺説もある。南部の平地一帯は、 岩梨軍南部や上東軍東部、奥軍南西部などとともに、微前国の中心地として栄えた。軍域に微前国の国分寺と国分山寺があったとされ、赤岩市西部に国分寺や国分天寺の遺構が発見されており、その他にも液化や軍河に関連する遺跡が同所から発見されている。さらに、両宮山古墳などの大小の古墳や遺跡が多く分布している。 また、上東軍との境界付近には古代山城遺跡がある、大潤小潤山がある。備前国の国府は時代によって変遷し、諸説があるが、赤坂郡内の赤岩市中心部、西部岡山市瀬戸町北西部付近にも存在したという説もある。軍北部の山地には古社が多く存在し、須佐能が山田のおろち大寺で使用した刀剣、 仏つの魂についた血を洗ったとする伝説がある、血洗いの滝、血洗い池や、仏つの魂をご神体とし、一時期微全国の一宮であったとも言われている、石上仏つ魂神社が鎮座している。その他にも、演技式神明朝に記載される、式内者が六ざる。ありがとうございます。